僕は365日毎日外食をしている36歳 AB 型独身の男。今回は築地に行ったら行くべき海鮮丼参戦を紹介。まずは黒銀、上質なマグロを取り扱う超有名マグロ卸の山駅と提携しているお店。人気メニューの三色丼は大トロ、中トロ、赤身ネギトロの組み合わせ。2店舗目は寿司国、ウニがたっぷり乗ったこぼれウニ丼が有名なお店。このウニの量えぐくない？臭みのない濃厚で甘いウニで絶品通風まっしぐらな丼。3店舗目はシーゲン、ここマジで行ってほしい。一番人気の究極のシーゲンマグロ丼を注文。山行直営の海鮮丼屋でマグロの丼がマジうまい。ご飯がおかわり自由だからご飯おかわりしてセットのとろろをかけて2杯目はマグロとろろ丼でどうぞ。個人的には一番おすすめのお店。生地の海鮮丼美味しい。